みんな笹ついてますね。いいですね。今日も好きでした。いや今日始まったばっかなんやで。まだ1時間何十何分あった。こんばんざ。なちなち寝るところだった。もう遅い時間だもんね。え、今何時、何時頃なった。2時前1時なの分かるけど、何時ぐらいか何分ぐらいか分かんない。今オロちゃんこんばんは。かちゃんツリーの方そのツリーなんですよ。これはもはや全身緑すぎて、グリーンさんだミスグリーン。なんか英語の教科書にミスグリーンって出てこなかった。もちよーもちよー。カンカンがハートくれてる、ありがとう。キさんこんばんざーい、おやすみなさーい、おやすみなさーい、まあ、こんばんざーい。あ、今日は行けなくなっちゃって、全然全然ありがとう、コートしてくれてありがとう。あの髪型にしてる、それと三つ編み、これは三つ編み、三つ編みを2個した、左右に。あ、もう2時、2時になってた、2時になってたんだって。2時になってたの気づかんかった。最後に時計見たのが1時何十何分。得点勝ちまったぜ。ええー、じゃないか、ええー、じゃないか、ありがとう、買ってくれて得点10枚得点も。ゆうきこんばんざい。ジュリちゃんと重なったら完全に木なんですよ。でもジュリちゃんは泥ソースで、笹が青のりだから二人合わせてたこ焼きにはなんないけど、ちょっとまだ生地の部分とタコの部分とマヨネーズの部分と鰹節募集中。まだまー、あ、ちゃんおはよう。ななチャンネルが通知放送、え、どういうこと。お疲れ様です。のんたライブ楽しかったっす、ありがとう。のんたのんた最後まで言ってくれてた。なんかめっちゃめっちゃキュルルンキャピキャピした。ハリ今日会えるかな、今日会えるかな、今日はさ、16日は予定通り開催されるかな、ちゃんとライブ開催されるといいな。開催されなかったら、開催されなかったら路頭に迷ってしまう。なちなち特定スリーショットで、え、全然すまんじゃないよ、ありがとう、頼んでくれて撮った。さっき初だね、そうだ初だ、多分なちなちに特定送るの。ありがとう。10枚特典美考欄、あ、書き忘れたんか。あ、じゃああれ運営さんが指定したやつか。10枚特典ノリだ、大好き、ありがとう。口パク、口パク、口パクっていう。たつやまるこんばんは。かけちゃんお疲れ様。かちゃん遠征組の全員囲み頼むのにハマってる。ええー、やん、遠征組、遠征行くたび頼まないとね。じゃあなんたくんキュルキャピ、そうすごいアイドル力がね一番高かった、バンザイジャパンメンバーより高かったから。なんたなんた、セスセス見つかってよかった。かけちゃん今日もそうよ、大阪にいるよ土日。プリマおふざけ特典やってしまいました。ラコステ、ラコステあれもう隠れてないよ、ビコーラ。路頭には迷わないか。開催されなかったら今回のえ島田の動画が届くだけ。え、もう届いた。そう、隣組メンバーもへやーって感じだね。イベントそれは
まあ、よくはないけど、うん、でもいい動画が届い、え、でもさ、そう、なんか2部はね、返金対応なってね、よかった。まあそうじゃないとね。イジパパさすが、アビコさん、え、何のやつだこれ、あくびが出そう、出さぬ。シンゴちゃんこんばんは。これを子守歌に寝ます。寝かさねえよ、嘘、寝ていいよ先生。たつまりすずさんともちくんと部屋ときて、そうだよ、初と部屋、さっきたこ焼きを一緒につついたからね。たこ焼きなんか4種盛りのたこ焼きだったんだけど、ソースマヨとポン酢、ネギポン酢と明太マヨと塩ガーリックかな、めっちゃ美味しかったたこ焼き。なっち、もともと正直買うか悩みまくった、でも衛生ってのでついポチって。いいじゃん、勢い大事だよ、何事も勢いは大事。リリーベのスタンプシート、おお、ね、笹がいない時にもめっちゃ行ってる。逆になんか笹田はいる時あんまいなくない。かちゃん、あくまでも配信見れた時だけね、夜勤時もあるからめっちゃ草生えるやん、くさ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 。かけちゃん仕事辞めることにしたんだ、また、なんで仕事また新たな職を探す旅に出るの。はり、もう取れた、おー、さすが仕事が早い。隣メンバーもきっとびっくりよ、大阪でこんなことになって。あいにゃこんばんざーい、プリマ調子に乗りました全然調子に乗っていいんじゃない、調子に乗っちゃっていいと思うよ。アーバーだ、ハートめちゃくれてる、片思いハート、ありー、ツイキャスこんばんざーい、サイこんばんざーい、大好き、シンプルな大好きいただきました。エビフリア、エビフライ食べたいな今日さ、なんかどこの角度で映っても顔が漏れない、もうちょっと夜だから顔があんまりよろしくない、まあ、顔の作りの問題かもしれないけど、険しい髪の自分だ、アビコさんが10枚特典書いてくれたから、あー、え、多分服部さんかな、時間的に。やはり動画届いて代わりに電車かどっかでイヤホンの充電ケース、充電ケース、じゃあイヤホンも充電できないってこと切ない、それは。ユアキング、こんばんざーい。ネギポン酢しか勝たん。ネギ、美味しいよね。たこ焼きのネギ大好き。かちゃん、またさっさとチェキ取らな。お、取ってくれんの？べーさん、こんにちは。ティ。ティ。しごちゃん、つくだけで食べてない。いや、めっちゃ食べた。もう速攻で食べた、自分の分。トキヒト君こんばんは、ござった。たつまり、うらやましい、380デシベルはうるさいですね、深夜に。いつパパ、ササいる時も言ってるんですよ、リリーベは。知ってる、ササいる時は知ってる、 いない時もツイッとしてるから知ってるけど、リリーベは対バンライブは
フィーとか宮古とトンガの別宅で、別宅で、え、ね、本当に津波めっちゃ心配すぎる。人1メートルの津波に巻き込まれたら 100% 死ぬって。みんな本当気つけてな。のぞちゃん、さっちゃん、のぞちゃんの今日のなんかめいちゃんかわいい幸せそうなツイートを見てすごいニコニコな気持ちになった。のぞちゃん、かけちゃん、新たな職場、あ、もう決まってんのか、早い。いつからなんだろう。かちゃん夜勤時は仕事時間に丸かぶりだもん、丸かぶりだもん。ヒズポパ平日は仕事忙しすぎてそこ帰って仕事しないとなんです。なんだよね。ツイキャスお知らせ、明日的な今日も大阪でライブです。宝大阪、あ、前売りが深夜3時までだからあと数十分だ。もし来れそうな方いたら待ってます。ご予約なちなち。笹根のメガネはずっと今日持ってないですね。さひもちまるさん元気してる、だってんって言ってる。眠たい。さっきからね、あの2人でずっと配信しなきゃ配信しなきゃをねめちゃめちゃ言ってた。配信しなきゃ。まあささちゃん夜中なのに元気。でもあくびをね何回も噛み殺しているよ。照明、そう照明の影響なんかそりゃそうなんだけどね、照明どこ、ここがまだ一番マシだった。これでもでも顔の作りの問題ですね。笹川の顔の作りに問題があった。お肉にこんばんは。あった、今一瞬たこ焼き食べてる夢見た。幸せの夢、食いしん坊か。でも本当たこ焼きは美味しいよ。やっぱたこ焼きはうまい。あとお好み焼きもうまい。今日はお好み焼き食べてないけど。もちちゃん大あくびしてるやん。だってやっぱさすがもあくびです。イヤホン新しいの買うしかないの、それしんど。ともき、いやー特典ありがとう。アメモンこんばんざー。ベイさん明日の会場は宝大阪、大阪組はね、よ、え、都内組、都内組っていうか関東かは横浜サウザンドクラブと、あれ明日 16? 16日は めっちゃあくび出そう。明日リリーベどこだっけ。もういろんな情報まとめてると全部ごちゃになる。津波はどうにもならんでさ、トンガの海底火山噴火ね。そうそうそう、トンガの噴火こっちまで来るんやな。大使こんばんざいねん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 。ハリーおいしいない時のやっぱこういうことが起きるんだな。いやでも今回特例すぎるでしょ。初めてだったもん。いちごだって見てた。今日はねいちごコーデ写真見たけど、皮
可愛かったね、めっちゃ。みんなレナのイチゴコーデいいって言ってた。おしゃれさんだからな。トモキ緑ニット、あ、ワンピースよこれ。ニットワンピみたいな。タイジ今日も安定の美人。今日全然お顔がなんか自分的にあんま漏れてない、写りが難しい。ありがとう。今日さ、今日どっちも三つ編み自分でやったんだ。どうや、ベイさん、そうそうそう、玉作り宝大阪、玉作りです。宝大阪の目の前にすごい美味しくて種類がめちゃめちゃ豊富すぎてめっちゃ安いクレープ屋さんがある。明日それ食べたい。よっちこんばんざい。あ、ショートさんだ、知ってる。こんばんは。まちこ眠たいの餅、眠たそう、かわいい。いつ何時見てもかわいいからすごい。今年は誕生日お休みやねん。おお、いいじゃん。ライブ来れる？笹餅部屋って何の話するの？んでもどっちもまったりまったりまったり過ごしてる。さっき津波がすごいっていう話をしてた。津波がやばいって。朝顔の作り、落書き写メの方はたこ焼きになりきってるんですね。承知いたしました。青のりちゃんです。たこ焼きガールズの青のり担当、笹川すです。さひあなたお顔のけ、なんか鼻から下、鼻から下、うん、ガーンってやりたい。でも最近眉毛の形も、眉毛も目も、なんか整形はしないけどする気なんかあんまなんないけど、別に整形反対派とかでもないけど、ただ普通にお金がないっていうのと、まあ整形するなら他のところに使うかなっていう。だけどでもお顔グーンってやりたい、すごい全部もういろいろ粘土みたいにちょっと好きな形に変えたい。サネのお目目がうるうるしてる、照明かな。早く寝て、ありがとう。でも確かにそろそろやばい。タワレコ新宿か明日。この顔してる時はいつもあくび噛み殺してる時。顔に力が入る。でもやっと好きな人と、おお話できた、素直にお話できた。イズパパ12時間遅れで津波到達ね、半日かかるんや。やはり明日、ああ多分書けるんじゃないかな、明日きっと書けるだろう。三寒四温、三寒四温って待って、自分の誕生日にあったやつだっけ、違うかな、ずっと前の3月のやつ。何年だあれ、三冠四温。そう、昔ミニワンマンさ全部四字熟語だったよね。あれ好きだったんだけどな。
いろんな四字熟語だったやつ、まあ、なんか造語もあったけど、なんだっけ、一六勝負、三冠四音、なんか数字系もっとあったよね。三つ編み自分でやるとか、さちゃんやる、そう、もうできるようになったからね最近、本当に最近。ともき、ニットワンピカ買っててよかった、くもん式。今野村萬斎さんがすごいノリによぎったよ。ベイさん、玉作りの宝ホールなら行ったこと、お、ある、宝ホール、そう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 、宝ホール、結構広めんとこ。お、スピードワゴン、こんばん、寝落ちすんぜ、眠すぎてこじりまくる、顔の作り素敵よって言いたかった、 ありがとう。あくび噛み殺して変な顔になる。あれでしょ、ユーミンに追いかぶさって青のりだよね。青のりでも、ユーミンはあれだから、豚まんの皮だったらしいから。しんがちゃん、2人とも3月生まれって共通点があるから、確かにそう、どっちも3月生まれ。達也丸はし、メンズメイク始める、おー、いいじゃん、メンズメイク今やってる人も多いしね。まあ、なんとかなんとか必要なし、なんとか。ウィズパパワイは今のササも好きなんやで、あーっと、あと引っ越しセンター、ほくろが多い鼻のところに。平行四辺形やけ、てん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 、これここにもうっすらある、五角形を、なんでここに集中させてしまったんだろう神様は。ここにもでっかいのあるけど、ここにも、でもなんで、なんで人体の体はさ、こんなになんか広い、広い、何、人体の体面積いっぱいあるのにさ、なんでここにこんなに集中させたかね。生まれてくる時になんかあったかな。ディ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 ン、あれあれ、もちこが寝ちゃうよ、配信するのかなと思いきや、うん、頑張れベース。アイドル初ライブが、あ、初ライブそこなんだ、デビュー戦、記念すべき場所じゃん、宝ホール。2019年か、あ、え、でも2019年って意外と最近だね、まあ、最近でもないけど、3年前か、でも思ったよりなんか最近だった。え、一回ちょっと2019年の世界線戻ってみたいな。緊急速報メールが最大音量で10回以上ね、なんかめっちゃ鳴ってるって言った、みんな通知聞いちゃった。もはやなんかそこまで来ると緊急速報なんか逆効果、逆効果っていうか、なんていうの、来すぎてもね、みんなそういう風に来ちゃうから、なんか本当に必要な時ならない。
でもここ最近ツイートも保護してなかったしお話もしてなかったので、好きな人に心配されてました。あら、心配かけてたもん。でも心配してくれる人がいるってええやん。ともあき髪殺さなくてやで。やだよ、本当にあくびめっちゃブサイクだもん。ただただブサイク。っていう話するとあくび出る。鼻広がっちゃうから。いつパパユミ豚まんって言ってた。豚まんの皮って。トマキ、おいら眉毛描いて。あ、カラコン。すごい。何色？グレー。ハリーささとのやつは三回シオンと一六勝負のソロと。だって一六勝負ってさ、あれじゃない？めっちゃなんかばあちゃんみたいな感じの格好してるやつじゃない？三冠四王の通称。そん時誕生日だったもんね。2019年3月23日ね。基本さ日付覚えてない人なんだけど、あんまりいつのワンマンとかも。三冠四王は3月23だったからまだ覚えてる。ともいき、その袋がここの袋ちょっとなくしたいな。なくなってもそんな顔変わんないかな。ちょっと変わる。なんかここはなくても、うん、あってもなくてもそんなに顔の印象に変わんなそうだけど、ここはあるとないとで結構なんか変わりそう、顔のイメージ。でもスススススススってここに移動させたい。それかこっち。そう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 。もうちょっと、もうちょい上、もうちょい上来てほしい。そう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 。イケメン。俺と刺されるの気をつって結局は何がある、何がある、何があるかな。それはもっとナチナチなこと知らないとだな。ウルトラマンのカラータイマーの位置、ここ、あ、でもさすがもうここではないけど、もうちょっとこの辺になんか3つあった確か。腕には平行四辺形の、うちも腕どっかにはあるけどどこにあったかな、あんま覚えてない、はっきり。あんまり持ち気は今ね、頑張って起き上がった。持ち気は最初をやります。頑張って やるって。持ち押しさんやったね。うちの配信が始まる。頑張って起き上がったからいっぱい褒めてあげて。さっき一回諦めかけてなかった。寝ちゃおうかな。そう。一回なんか携帯セッティングしてたなって、そう、ここで視界の横で携帯セッティングしてるなって思ってたらベッドの中入って寝転がっちゃったから一回諦めてだけどね、頑張って起き上がった。もちきは。よし、始めよう。やったね。えらい。えらい。かわいい。本当かわいい。あ、ナチ、おやすみ。2019年世界戦ってトイロワンマン。なるほど。それがあった頃か。でも2019年なんかすごいいろいろあった気がする。2019年の世界線に戻るといろいろ変わるから。確かにいろんなメンバーがちょっとね変わっちゃったりする。 KUK さん、はじめましてか、ありがとうございます。新潟県の伝統師笹川笹です。伝統師持ち丸ゆきです。よし、始まった。しんごちゃん、小槌ありがとう。うちでの小槌ありがとう。大阪に来ました。トモキセナピニャン、ベージュとかヘーゼルギーたこ焼き、たこ焼きのカラコン、まだ残ってるんだ。すごい色素薄い系、ありがとう。
はい、とりあえず参考書の方だけ持っていっとく。あ、オッケー、書く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 。三寒四温ってそんな感じだったか。三寒四温。トモキ、俺もマヤのとこいらんかなって思って、かれこれ22年の月が長い。赤ちゃんの頃から思ってたもん。髪色と目の色近い方が、あー、ま、でも確かにそうかもね。合わせた方が統一感は出るよね。朝の声でもちまる寝落ち配信させよう。でももちはね、4時頃まで起きてるらしいからね。結構まだ寝落ちはしない、きっと。なんだっけ、さっきのオンラインの特典頼んでくれてありがとうございました。まあ、ササちゃんは一個一個しよう。ササ川？ササ川の方。お気に入りのセットアップ。葵ちゃんと同じ部屋。葵ちゃんはいないよ。あれ、葵ちゃん？葵ちゃん？あれね。同じ部屋はササさんでさ。葵ちゃんかな？七瀬葵です。あれれれ、葵ちゃんはいません。どうしてそう思ったかな。ハリー2019年戻れるのなら、あ、花火オフか。あれ2019年か。平和に終わらせることだけやめてした。なんかそういう何ループする系のアニメみたい。サモチルームでした。なんかあったんだっけ。大阪で色素薄いよ。日当たりはゆみちゃんほどじゃないけど、茶色い色素薄い系男子はかない。トモキ、生まれた時からついてました。何色がいいと思う。でも自分もさ、カラコン普段そこまでなんかあんま分かんないからあんま詳しくないんやけど、髪色によりける。うん、カラコン、あんまりカラコン業界詳しくないからな。うん、いいな。ぬいぐるみなくて生きていけ。一回赤とかちょっとつけてみてほしい。ぬいぐるみ忘れちゃったの。ディズニーも、うわ、ディズニー一緒に回ったね。あの T シャツまだちゃんと持ってるよ。花火は当時の推し界隈が、うん、ああ、ね、なるほど。サッシ、サッシ、推し界隈がちょっとあの花火だけにバチバチしてたかな。なんかそんなこともあったような。ともき、会うとき赤つけるか。あなた赤系、結構赤髪とかもライトが黄色っぽいから、なんか顔が漏れない。暖色系似合いそう、似合う感じする。なんかイメージ的にはすごい暖色っぽいイメージ強いんだよな。なんだろう、持ってきた。そう、パジャマ持ってきた。そしたらパジャマ、でも寒色系でも似合っちゃうからね。ケイちゃん、こんばんは。ポンポン、恐竜のパイ、お腹ポンポン、こんばんは。トモキ、赤髪あるよね。赤髪、うちも見たことある。布団の上だけど、ちょっとたこ焼き見せちゃおう。ゆまるも、赤髪、ゆまるは持ってくるの忘れちゃったの。なおさん、はじめまして。はじめまして。バンザイジャパンというグループで新潟県の伝道師してます。笹が笹です。笹の灰色、今日髪も服も緑色すぎる。もう全身緑、1分の1の半分くらい。新潟生まれ、新潟育ちです。今ね、そう、大阪遠征来ています。普段は東京を中心に活動してます。そう、最近さ、ルームのフォロワーさんすごく伸び悩んでて、たこ焼き買った。ルームフォローしてくれたら嬉しい、嬉しい、とても喜びます。コメントしてくれたらとてもササが喜びます。コメントよくしてくれる人のことを覚える。確かにオレンジとか淡いピンクは結構
男性で淡いピンク着こなせるのすごい。小焼きセットそう。見せたこと、見たことある気がするよ。ともゆきの脇髪。明太マヨとポン酢と。ポンポン日向に怒られた。ほら。なんとか。なんか軽率に言うから。四種類入ってる。ケイちゃんのあの一言がなかったら。腹巻き起こらなかった。いやでも、うん、それはそれで日向に内緒にされてる。あ、大阪だなと思った。ちまるもちまる、たこ焼きやネギポン酢。ちまる的にはでも内緒にしてたってことか。何も言わなきゃ。それはそれでちょっとな、複雑な心境だな。でも詳細まだ教えてくれない。夜遅い気の食べちゃおう。ハリー、2019年の3月から10月はジェットコースター的すぎたイメージ。今こんな変化するなんて、え、ほんとよ。この2、3年でなんかすごい、うん、めちゃめちゃいろんなものが変わってってる気がする。思ったよりもなんか都会な街だった。なんだろう、個人的にも、うん、情勢的にもグループ全体的にも。2019からに今2022年でしょ。びっくりするぐらいなんかめちゃめちゃいろんなものが、うん、変わっててる。トマキ、終わり時間決まってたけ、終わり時間は決めてはない。配信だよね。ではそろそろ終わるかなって。ポンポン知ってたと思って。知らないよ、何も言われてないし、最近全然会ってなかったもん、会えてなかったもん。ポンポン読まる前音楽で持ってたひよこ。そこは複雑な乙女心ならぬ音が何わかんないよ。もぐもぐ配信初めて見た。切ない。もぐもぐ配信好きだよって言ってくれる人いるから。あまりもぐもぐ。ルームフロアさん、え、最近さなんか全然大阪いい街、本当にいい街ずっと増えてない。なんかすごくみんなね親切に優しくて増えても本当になんかびっくりするが減ったり。なんかめっちゃ持ってる。そうなの。ずっとなんかだいたい同じぐらい。いつもなんか緩やかでもちょっとずつちょっとずつ増えてたりはしてたんだけど。コメントラッシュのお答えありがとう。もちにカラコン聞いてみる。聞いてみて。カラコン。カラコンさなんか色見てもさ、色の違いちょっとあんまなんかよくわかんない。どれがどこにあるんだろう、あのグリコ どれがいいのか、ね、あれ見てみたい。大阪っていう感じのやつ。明日的な今日も大阪楽しんでね。そう、おつさんありがとう、コメントしてくれて。ポンポン調整的におうち時間増えるからまた。あ、そっかそっかそっか、確かに。可愛いぬいぐるみやったらね、また外出やばいよね、今。ご新規さんがね、今アイドルさんも多いからな。あくびが出そうである。出ない。ひでさん、こんばんは。どうぞ、おいちゃん、ごめん。いっぱい食べれるのかな。おうち時間いっぱいあってハッピー。5時がすごい感じが。どこ行こう。うん、マルクがある15分くらい、明日大阪の美味しいもん食べれるかな。見に行く時間あるかな。明日は笹川、めちゃくちゃうまい。さあ明日笹川夜のオンライン楽市楽座おらんのですよ。パジャマオンライン楽市楽座おらんかってん。カニ道楽の動くカニ道楽、え、それ見てみたいの。どこにあるのそれは。明日はちょっと一人早めに帰宅します。大阪といえばそのグリコとカニ道楽の大きいカニさんのイメージ。ご飯ライブ終わったらね。そう、たこ焼き
ライブはしっかりやる。明日ちゃんとライブできるよね。胸胸配信始めて、せっかくみんなね新しいポジションとかめちゃめちゃ練習してたからね。笹川も今日乙女心初のポジションでした。誰だったったらだってだってってれってってれってってって二番のシェイクシェイクシェイクねえねえねえ思い込めて会いたい世界平和まま歌ったりした。行かないね。そうだよね。またプライベートで大阪遊びに行きたいな。あそこに行ってみたい。なんだっけ、まあ、新大久保みたいな、まあ、観光、うん、観光はね、観光は基本いつもねないからね。観光時間は豊橋に行ってみたい。観光、逆に観光した沿線が今まで片手で数えられるぐらい。観光っていう観光全然したことない。遠征で大抵遠征の時って1日少ない。あ、1日大抵日本はライブあるから。この前の大阪1日で大阪3本はなかなかのやわさだったけどね。スケジュール、カニ好きってカニの身、やばい、あくび出そう。県民賞、県民賞って懐かしい、よく見てた。でも埼玉あんまりさ、なんか独特なものがないからいつも寂しいなって見てた。豊橋渋い。新幹線で帰るの、バス行ってみたいの。韓国好きだから美味しいもの買って食べて行ってみたいと思ってる。買いたい、おみや鶴橋たまつ、自分にお土産買いたい。美味しいの近めっていうか、なんだ、次都内ライブみんなと会えるの街にあるんだね。18は笹があるよね。18だ。19日は笹がライブ出れんから20もいない。1818、21ってなんだっけ。これに合いそうな、リリビか。しばらく今週リリビ多いんだよな。グレーとか似合いそうだけどな。せっかくだし食べ歩きしたい。さっきさ、あのゆうみが言ってたんけど、大阪にあるスイーツ街めっちゃ気になる。箕面市だっけ。粉もんもめっちゃ好きなんだけど、スイーツ街もめっちゃ気になる。この色似合いそう。マスカー気をつけてね。ね、新幹線で帰りたい人生だったけど全然見えなかった。なんか新幹線で帰りたい。グレーの間みたいな。でもバスで帰ります。大体でも私は目が小さいね。ヒサさん、はじめまして。日本のカラコンだとちょっと大きくて、なんか日本のカラコンって笑顔タイム盛るみたいな感じのが多いから、ちょっとでかくて、ありがとう、広めなくなって初めてさん、広くなるのね。からバンザイジャパンというグループで活動している新潟県の伝道師笹川笹です。髪の毛緑の人、韓国のでなんか本当は1年使えるんだけど、1年使うのはちょっと怖いから。バスで帰れて気合入ってる、3ヶ月くらい気合入ってんのかな。気合、まあ気合は、うん、ライブはいつも気合入ってる。スイーツ街です。そう、大阪にスイーツ街があるんだって。スイーツ街ってすごいちゃんと東京で言うとどこ？あれな、東京になんかスイーツ街翻訳できてて、青山。とても美味しそうに食べる。美味しかった。たこ焼き。可愛いね。写真ツイートできるのリポークかし。お。あとでじゃあ、ね、アバがうちでの小槌くれてる。送るね。お目目好き。やった。キラキラキラ。でもベージュとかヘイズに似合うって言われて、あ、確かにベージュ系も似合いそう。僕ね、
大晦日の塚田くんにつけてみた。おお、つけてたかも。あ、そうだ、今日もノルのシャンプーとトリートメント使うから、あれだ、今日もいい香りの人になる。あのシャンプーとトリートメントすごいいい香りが、なんか他のシャンプートリートメント使ってもいい香りするけど、なんかあんまお風呂上がった後香りそこまで残んないけど、ノルのやつすごい香り残るから好き。カラコン怖くてつけられない。でも私も自分いい香りってなる。つけた時は入れるのミノー、ミノーにスイーツがいいなんかあるらしい。ミノーだけど多分ミノーって言ってた気がする。カラコン外し方って調べて YouTube 見ながら、なんかでも眼球がその時触れなくて1時間かけて撮った。今回の演出はチベコが多い。ひまるさんが入るわけですね。サマーショイさん、ハート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 、ダダダダ特部屋だよ。お姉さんたちだね。おじさんの顔がまあくんかくんかしたい。こちらをつけようかな。残念ながら匂いを届けるシステムはまだショールームにはついてないんですね。え、全然で、ね、私ね笹持ち部屋羨ましい。交換して交換したらダダ持ち部屋になる。コスメとか選ぶの。笹川はいなくなるけど。楽しみにしてて。ダダモチ部屋。ダダが大阪に来てくれたら、まあ大阪来ても交換できんけどね。笹川が怒られるね。私はいつも多分そうしそうだと思う。ダメだよモチちゃんこと、おさちゃん。ないない。笹持ち。お姉さんたちだね。そうだよ。え、でもありがたいことにね、笹持ちをしてくれてる人何人かいる。笹餅、そうだね、コスメ仲間。服選ぶセンスない。ひまる選んでみたいな。遺産の着ぐるみは駅ですか。遺産の着ぐるみ、どういうこと。やばい、眠気が。ドンキもたまに買う。で、なんかドンキちょっと買うのめんどくさい。なんか紙書かなきゃいけないから。配信終えようかな。あるよね、ドンキ。明日もあるし。スプレーみたいなのもあるし。ありがとうございました配信。ドンキのカラコンコーナー好き。ナチュラルなの基本になるけど、ナチュラルメイク。3時だわ、寝るわよ寝るわよ、みんな寝るわよ。どんな感じになるのか。うん、でもなんかモード系みたいな。3時おやつの時間じゃん。おやつ食べなきゃ。甘いの食べたい。大人って。けいちゃんグループで一番おいしそうな子どうだろう。でも桜餅もあるからな。できるかが問題。うん、塩餅。だいぶでピカチュウの餅ってすごい汎用性高い。桜餅、塩餅。ブラックピンクプロデュースのもう一種類買ってみた。おお、ブラックピンクになれるの。ゆみとだとみかん餅になるのかな。買ったやつの写真付きで。お、見たい。楽しみにしてよ。やば、親プニシールドしちゃうの。来たことないの。親プニシールドしちゃうの。着せてみたいかも。親プニシールド。水飲みたい。水飲みたいけどこれとかしたら倒れちゃう。ケチャ、早寝て。早寝てや。になったらブスになっちゃった。睡眠警察。布団、お布団見て。お疲れ様でした。しんごちゃん。配信お疲れ様。おやす、優しめの睡眠警察だ。優しい今日は。変な感じ。詳細はよ。教えてくれないもん。めな感じかな。ゆっくり話せるときにねって言われたまま。こっちからトークポート申し込んでやろうか。いいことだ。できないけど。ね、あの人ね、ただおやすみ。仲いいの見てるとほっこりする。もちが今配信してるからもちの配信に行くんだ。このまま寝ちゃうかもしれない。喋りながら寝ちゃうってバイバイ。おつささん。ホテルのお布団じゃあほかほか。あ